エンゲルベルト・フンパー・ディンクはイギリスのポピュラー音楽の歌手。本名はアーノルド・ジョージ・ドーシーで父が駐屯していたインドで生まれた。芸名はドイツの作曲家、エンゲルベルト・フンパー・ディンクに由来する。甘いマスクでバラードを得意とするフンパー・ディンクはしばしば、キング・オブ・ロマンスと称され、トム・ジョーンズと共に1960年代から1970年代にかけて、 女性を中心に絶大な人気を誇った。リリース・ミー・ラスト・アルツ・愛の花咲くとき、太陽は燃えている、クワントクワントクワントなどのヒット曲がある。また70年代にも、スティービー・ワンダーのカバー曲、太陽の当たる場所や76年のアフター・ザ・ラビンなどをヒットさせた。フンパー・ディンクは、ジェリー・ルイスやディーン・マーティンのモノマネが得意で、 しばしばステージでその隠れた才能を披露している。2004年に自伝を出版し、華麗な女性編歴を赤裸々に告白し話題を呼んだ。また2005年には新作、レッド・ゼ・ア・ビー・ラブを発表し、東京国際フォーラムで11年ぶりとなる来日公演を行った。2012年に BBC によってユーロビジョン・ソング・コンテスト2012英国代表に選出された。 長年にわたって国際的なキャリアを持つ歌手が選ばれるのは異例であり、75歳は最高齢記録である。彼の代表曲であるリリースミーはイギリスで56週連続チャートインし、ギネスワールドレコーズにも掲載された。ビートルズのストロベリーフィールズフォーエバーのチャート1位獲得を阻止した曲としても知られる。ありがとうございます。